日本銀行級小樽支店金融資料館は北海道小樽市にある資料館。元は日本銀行の小樽支店として機能していた建物であり、2003年から日本銀行の広報施設として再オープンした。建物は現在、小樽市指定文化財に指定されている。入場料無料。所在地は北海道小樽市色内1丁目11番16号。 1900年前後、当時商業を中心に発展する小樽市に、各銀行が集中し、市内で徐々に完成していった銀行街は、次第に北のウォール街と呼ばれるようになった。その中で、日本銀行も小樽市に参入、東京駅の設計者としても知られる、辰野金吾や長野宇平寺、岡田新一郎らが、建物の設計を担当し、1912年に、竣工した。 建物は積み上げたレンガの上にモルタルを塗った作りの2階建てで、ルネサンス様式が取り入れられている。さらに屋根には、八幡製鉄所製の鉄骨が使用されており、小樽市内を眺めることのできる東側の塔には、イギリス製の螺旋階段が取り付けられた。総工費は、当時の金額で40万円に上り、これは、日本銀行本店と、 日本銀行大阪支店に次いで3番目に高額な建設費だったという。2002年9月13日をもって、小樽支店の営業は終了し、札幌支店に統合された。その後、改築工事が行われ、2003年5月14日に新しく金融資料館として開館。館内に歴史をはじめとする金融資料を展示するなど、日本銀行の広報施設として機能する。 建造物となった。開館以降、2006年時点で25万人を超える来場者を記録、2006年2月10日には、当期の開館時間を30分を延長し、現在の開館時間となった。資料館内館は、日本銀行をたる支店として機能していた時代のデザインや作りを残したものとなっており、 岐阜県の赤坂三大理石が材料として使用されているロビーと営業場カウンター、レンガ製の壁から鉄骨を組むことで広い吹き抜けの空間を実現した営業場の天井、アイヌの守り神である島袋をコンセプトにデザインされ内壁だけで12体を数える素像などが特徴である。資料館内は主に3つの展示スペースで区切られており、歴史展示ゾーン、業務展示ゾーン、 マルチメディアコーナーに分けられる。歴史展示ゾーンでは、日本銀行の歴史をパネル展示するとともに、第二次世界大戦以降の紙幣の実物などを展示しており、日本銀行級をたる視点ほか、北のウォール街当時における数々の建造物のミニチュアを見学できるコーナーもある。業務展示ゾーンでは日本銀行が行っている主要な業務を紹介。 パネル展示による紙幣の発行工程や金融のシステムを紹介している。その他、実際に使用していた金庫を公開しており、1億円を持ち上げてみようのコーナーでは1億円の重さを持ち上げて体感することが可能。並ぶ数字をもとに世間に出回るお金と経済の動きを観察できる。マルチメディアコーナーでは様々な金融知識を学ぶことのできる大型ビジョンを 用いたビデオコーナー日本銀行のホームページを閲覧できるインターネットコーナーを設け日本銀行に関する知識を試す日銀クイズにも挑戦することができる。ありがとうございます。